BTS、ローシブブラチスラバ空港の位置ブラチスラバ、ニューヨーク線が就航した1970年に運用を開始した旧 A ターミナル日本の航空機として初めてブラチスラバ空港に寄港した日本航空ボーイング747の400型キミラン・ラスチスラウ・シュテファーニク空港はスロバキアの首都ブラチスラバ市にある国際空港。旧称はブラスチラバ・イバンカ空港でブラチスラバ空港とも呼ばれる。空港名は第一次世界大戦時のスロバキア人軍人で1919年にブラチスラバ近郊で搭乗のイタリア軍機が墜落して死亡したミラン・ラスチスラウ・シュテファーニクにちなむ。空港ターミナルはブラチスラバ中心部から北東 9km のブラチスラバ2区、ルジノー街区にある。空港区域はルジノフ街区、ウラクニャ街区及び両街区に隣接する、セネツ郡イバンカプリドゥナイ村、モストプリブラチスラベ村にまたがり、区域面積は 4.77 平方キロメートル。MR シュテファーニク空港=エアポートブラチスラバ株式会社が運営する。空港から1時間圏内に、ウィーン、ブルノ、ジェールの各都市を要する。現空港から3キロ北方のバイノリ街区にあった旧ブラチスラババイノリ飛行場を前身とし、1923年10月29日に、チェコスロバキア国営航空のアエロ A-14 型機による、チェコスロバキア初の民間定期航空路線が就航した。プラハ発の初便は、草野カレル・ブラベネツが操縦し、乗客は新聞記者のバーツラフケーニヒ一人だった。バイノリ飛行場には後ウィーンや、クルージュ=ナポカ、ブカレストへの国際線も就航した。第二次世界大戦後の1947年、バイノリ飛行場に代わる現空港の建設が計画され、1948年に着工。04から22番滑走路と13から31番滑走路の直行する2本の滑走路を持つブラチスラバイバンカ空港として1951年に完成した。1970年に新しい A ターミナルが完成し、同年5月にはイリューシンイル -62 型機による草野、ブラチスラバプラハアムステルダムニューヨーク線が就航した。さらに1980年代末に拡張工事が行われ、04から22番滑走路を2900メートルに、13から31番滑走路を2950メートルに延長した。チェコスロバキアの連邦制解消後は、スロバキア空港公社が運営し、1993年7月21日に、現名称のミラン・ラスチスラウ・シュテファーニク空港に改称。1994年に B ターミナルの運用を開始した。1997年には13から31番滑走路を ICAO の ILS カテゴリー E やに適合させる改修が行われ、同滑走路を3190メートルに延長。1998年3月に新管制塔の運用を開始した。運営機関のスロバキア空港公社は2004年5月5日に株式会社化され、MR シュテファーニク空港=エアポートブラチスラバ株式会社に改組された。スロバキアのシェンゲン協定加盟に伴い、2006年6月にシェンゲン圏諸国初の国際専用に設けられた到着専用 C ターミナルの運用を開始した。空港利用客数は民主化後の1990年代にはわずか55キロしか離れていない。ウィーン国際空港との競合で減少したが、その後スカイヨーロッパ航空など国内航空各社の路線網拡大に伴い、2007年には年間200万人を突破し、2008年には2218545人に達した。老朽化と利用客の急増に対応するため、旧 A ターミナルに代わる新 A ターミナルが建設され、2012年に全面供用を開始した。空港会社は新 A ターミナルの完成で年間500万人の利用が可能になると見込んだが、世界的な不況の影響で本空港を拠点空港とするスカイヨーロッパ航空、シーグルエア、エアスロバキア、ダニューブウィングスの国内航空各社が2009年以降相次いで倒産し消滅した影響で、一時年間利用客数は100万人台に落ち込んだ。2014年に発表された2期航空の拠点化は、親会社エアベルリンの経営悪化で実現せず、2015年のライアンエア拠点化でも、当初計画の航空機2機の常駐は果たせず、スロバキア国内の企業からボーイング737の400型1機のリースを受けて常駐させる形に縮小された。世界経済の復調に伴い、旅客数は2015年以降徐々に回復した。ノルウェーエアシャトル、フライドバイ、ポベーダ航空、ウィズエア、カイロ航空、ジョージア航空、エリン航空の格安会社を中心とした各国航空会社が新規就航したほか、従来から就航しているライアンエアマイナスやスマートウィングズの発着路線の拡充、さらに多くのチャーター便の発着に支えられ、2018年には利用客数が過去最高の229万2712人を記録した。コンクリート舗装の直行する2本の滑走路があり、単発機からボーイング747型機までの全旅客機の着陸が可能である。開港当初からの直行する滑走路の構成は、現地の各季節における卓越風を考慮したもので、強風時には2本のうち1本を使用している。離陸には主に04番、または13番滑走路を、着陸には主に22番、または31番滑走路を優先的に使用している。過去には以下の航空会社が拠点空港としていた。ミラン・ラスチスラウ・シュテファーニクが登場したカプロに CA33 型機。ありがとうございます。